皆さんこんにちは。今日のポートランドは曇り空でした。それほど寒くはなかったです。ということで今日のトピックスはこちらです。これ何だか分かりますか？ですね、ポートランドにあるある中華料理屋さんの駐車場に泊まっていました。多分オーナーの車だと思うんですけれど、ナムアミダブスと書いてあるんですね。ちょっとびっくりしますね。アメリカでこのような、ステッカーを見ると、まあ日本だったら暴走族とか、いやまあもちろんお寺関係ですよね。こういうようなものがあるんですけれど、アメリカでナムアミダブス、っていう感じで写真を撮ってしまいました。ということでまた明日。